はい、今日の勉強成績をちょっと発表しますわ。じゃあ、このね、前やった模試のね、昨日、この6段落目、大問4の6段落目までやってたのを、10月2日は、これがね、最後まで行きましたね、これ。10まで行ったね。そんで、古文単語のやつ、学校でもらったやつを、とりあえず50単語やって、古文50でいいや。古文50やって、なんかこれリビングに落ちてたから、1ページだけやったっていうね。ネクスで、1ページ。はい、1ページ。1ページ。これ一応、ここ、付箋なんか貼ってあるっていう。一応ね、ここまではね、この666番までは、なんかいつの間にかやってるっていう、1回は。マジで何回もやる人の精神力わからん。で、この変な問題集のこの2問だけね、やってね。はい、数学2問やって、これだね。これ10時間で9割って言ってるけど、普通に余裕で10時間以上かかる。これの、この7時間目の、これっすね。これやりましたね。なんか電車の中で読み始めたら意外とできた。あと、これで、このね、おなじみのね、どこだ？今、まず、この13番。13番のやつ。まあ、やったって感じだね。結構やったんじゃない？これ。これ300のやつ、13。これと、これほぼやってないけど、まあ、これとこれ。これは、いけるんちゃうか。これいけるぞ。